ってまいりましたよ。ああ、これですか。なるほど。こんにちは。今日はですね、5月の9日日曜日でございます。現在時刻は4時15分でございますね。さあ、日曜日でございます。皆さんどういったね、日曜日お過ごしですか？遊んでますか？ゆっくりしてますか？今日私は愛知県知多郡美浜町に来ております。美浜町のとあるですね、幻の駅に来ております。ここは駅を作ったけど駅にならなかった駅でございますね。なので名前は一応あるんですけど、地図にも一応載ってるんですが、未完成の駅という形でね、たまたま Google マップで見つけました。なのでちょっと来てみました。あと今日はもう一個、ちょっと夕日を見たいと思ったんで、夕日が見えるカフェもちょっと Google マップで検索して、今日は夕日をお届けできたらいいなと思っております。では早速ちょっとこの駅見てみましょうかね。ちょっと防犯カメラもしっかり設置されてるみたいなんで、あんまり無茶なことはできないんですが、ちょっとね、見てみましょう。ちょっと基本的にはね、立ち入り禁止になってますね。ここはね、小野浦駅という、完成したら小野浦駅という名前になる予定だった未完成の駅でございます。ここに来る道中もね、農作業してる方ぐらいしかいなかったんですけども、まあ YouTube で多分他の方もこの駅はね、動画上げてると思うんですけど、フェンスで覆われてますね。この駅に上がっていく階段もフェンスがございます。ちょっと、まあ、もちろんあの駅としてはね、未完成で終わってしまったんですが、もちろんこの線路は生きてます。ここは名鉄知多新線という線になりますね。野間駅と宇都宮駅の中間にございます、小野浦駅。電車とかね、そんな私は詳しくもないし、そんなになんですけどねとりあえずちょっと Google マップで気になったので来ました。さあ、ちょっと海岸線の方にね、出てちょいとドライブしながら Google マップで見つけたカフェに行ってみたいと思います。でございます。久しぶりに来たな。10年ぶりぐらいですかね、これ。海パンの子いますね。海パンの子供がね、
終わってた。すいません、終わってました。5時で終わってました。すいません。お店は終わってるんですけど、ちょっとね、海岸は行けるんで、ちょっと行きましょう、海岸にね。大丈夫ですね。大丈夫。大丈夫。よし。帰ろう。帰ろう。まあでもね、明日はロト6ありますから。ロト6ね。楽しみにしててくださいよ。明日も張り切って頑張りましょう。平山茂でした。また明日。おやすみなさい。